新域のカンピオーネスは、タケツ騎乗による日本のライトノベル。イラストは、ブンブンが担当。主営者、ダッシュ X 文庫より2017年12月から2019年7月まで、刊行された。神話世界と呼ばれる異世界を旅してその筋書きの改変を試みるという内容で、作者の前作、カンピオーネ、とは異なる平行世界を舞台にした。 神殺しの戦いを描いており、一部の神々は、前作と同名の別神という形で登場している。一方で、次元移動設定を使って、前作のキャラクターが登場したり、関係者が絡んでいたりと事実上の続編と言っていい、間柄でもある。作品テーマは旅と神話、裏テーマはマルチバース。2018年8月にオーディオドラマ化が発表される。 シリーズは5巻で終了したが、主要登場人物は、自シリーズ、ロード・オブ・レルムズにそのまま登場する。舞台は、神話世界サンクチュアリと繋がり、異世界からの最悪に災難まれる世界。神話を改変し世界の崩壊を防ぐ役目を担う、神殺しとなった、日本人の青年ドク・ハラバスは、相棒の女神ステラと共に、神話世界をめぐる、戦いの中で、 ヤタガラスの生まれ変わりである、トバリオナ、異世界人で悲劇の予言者のカサンドラなどの心強い味方をつけていく。一方、地上世界の発展を嫌うアテナなどの幾柱かの神々は、神域の崩壊を利用して地球を滅ぼす計画を立てており、自らの神域を離れて様々な神話世界に終末をもたらそうとしていた。さらには別の世界から何人もの新たな、 神殺しが来訪し始め、連と仲間たちは迫り来る、地球崩壊を回避するために激戦に身を投じていく。声は、オーディオドラマ版より、オルンポストロやギリシア連合軍、その他神巨人神々と敵対ないし中立の立場を取る種族とされる、かなり定義のアバウトな存在。霜の巨人や炎の巨人などいくつかの種族に分かれている。体格は、人間の男と、 同等から小山並みまで幅広く、人型だけでなく狼やオ,オロチを含むなど姿形もバラバラ。オーディンとその一頭に味方する者は神として扱われ、神との間に子供を作ることもできるため、生物学的には神々の親戚とも言える。なお、一部の強力な巨人を人間が倒せば、剣能を奪うことが可能。小さは少なく、 凶暴で極めて危険な魔物も、同然の生き物だが、神聖の高いものは公共で、魔力に優れ魔術を使うこともできる。水がるずの東方と北方に広がる荒涼として、危険な世界、巨人国、四ツンヘムから侵入して、人間族を襲う。カンピオネス人議員亡霊その他魔術関係者、一般人六原バスの剣能三口あり、一覧集営者、 ダッシュ X 文庫新域のカンピオネス。ありがとうございます。